メンドシーの岬灯台はアメリカ合衆国西海岸のカリフォルニア州の島所部を除いた最西端であるメンドシーの岬の設置された灯台である。1986年12月1日に運用が開始された。メンドシーの岬灯台1998年以前のメンドシーの岬灯台。メンドシーの岬付近がアメリカ合衆国の領土となったのは 1848年のことである。そして、メンドシーの三崎灯台は1886年12月1日から30秒に1回白色光のフラッシュを放射し始めた。1887年から1926年までは10人の灯台種で灯台を維持していた。なお、1939年に、 アメリカ合衆国沿岸警備隊は、メンドシーの灯台の管理を、ユナイテッドステーツライトハウスサービスに移管した。メンドシーの三崎灯台には1905年に、明かり船が配備された。例えば、1916年に付近で遭難した蒸気船のベア号に乗船していたもの150名以上を明かり船で救助した。しかし、1921年8月6日に、 付近で座礁して沈没したアラスカ号に乗船していたものは、明かり船では十分に救助できなかった。なお、1941年には、日本海軍の潜水艦による攻撃を受けた s s エミジオが遭難し、その生存者を明かり船が救助した。ABCD、ケープメンデスの CA。 Lighthouses of US,、I g h t h o、u s l、e、i g h t h o u s e f r e n d s c o m 2 0 1 2年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年9月6日閲覧スウィクム S アラスカスティームシップカンパニーザ・フリーツ・ティーシップスリスト2008年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年5月19日閲覧 ウェバー、エバート、バート、リタリエーション、ジャパニーズアタックスアライドカウンターメジャース、オンザ・パシフィック・コースト・イン・ワールド・オーツ、オレゴン・ステート・ユニバーシティ・プレス、ISBN 0870710761。ありがとうございます。